今日はお水と絵の具で綺麗なマーブル模様を作って遊んでみるよ。お水が少しだけ入った瓶に絵の具を入れていくよ。ここには赤色の絵の具。絵の具を入れたらお水と混ぜ混ぜするよ。次は青色の絵の具。青色の絵の具も混ぜ混ぜ。次は黄色の絵の具。黄色の絵の具も混ぜ混ぜ。最後は白の絵の具。白の絵の具もこの中に入れて混ぜ混ぜするよ。絵の具とお水を混ぜ混ぜしたら、今度は大きな洗面器を用意します。この洗面器の中のお水に、さっき溶かした絵の具をポタポタ垂らしていくよ。まずは赤色の絵の具。垂らすとどうなるのかな？いくよ。うわあ、色がお水の中で広がってる。不思議な色。綺麗だね。今度は青色の絵の具。この絵の具を垂らしてみるよ。どうなるかな？青色の絵の具が広がった。もうちょっと垂らしてみようかな。すごく綺麗。次は黄色。黄色を垂らしてみるよ。わあ、またまたちょっと違う色になったね。面白い。最後に白色、白の絵の具を垂らしてみるよ。いくよ。わあ、白が広がったよ。お水がいろんな色になってきた。このお水を用紙でかき混ぜてみるよ。どんな風になるのかな？楽しみ！あ、色と色とが混ざり合ってる。ここに白い紙を入れてみるよ。白い紙を入れて紙の表面をお水につけます。どんな柄に映るかな？いくよ。うわー、不思議な模様になった。変なの。もう一度いろんな色を垂らしてみるよ。赤色、次は白、次は青にしようかな。最後は黄色。ここにまた用紙で わー、くる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 、不思議な模様ができた。もう
ちょっと白を加えてみようかな。ここに黄色を入れてみよう。さらに青を入れよう。ようじでマーブル模様に混ぜ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 。わあ、不思議な色だ。ここにさっきみたいに紙を入れてくっつけて、じゃじゃーん。今度はいろんな色になった。黄色に青に赤に白。わあ、面白い。いろんな色でマーブル模様、すごく楽しいな。くるくる回して紙をつけて、じゃん！きれいなマーブル模様の出来上がり。みんなも絵の具でいろいろ汚れないように注意しながらマーブル模様を作ってみてね。バイバーイ。いろんな色を混ぜるとすごいことになっちゃうね。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してチャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。